SNS アプリ X で若者に大人気、元顔の右側がゲロブスのアカウント名でおなじみのジャングル東京在籍マリア。当チャンネル文曲がり TV は彼女との接触に成功いたしました。果たして彼女はどのような人間なのか、今回その真相に迫る。左側かわいこちゃんとご飯に来ました。右側がちょっとやめなげー。今日マリアちゃんはあの渋谷駅の中で迷子になって、一人爽快とラブホーガイに向かっていきました。逆方向でしたが、本当はマリキューにいたんですけど、後ろにユニクロがあるんですよ、はい、だけど私道玄坂の方まで向かってっちゃって、はい、めちゃくちゃ近距離なのにタクシー使えない。タクシーに降ろされました。途中で降ろされました。ここ分からないから降ろすねって言われて降ろされちゃいました。かわいそうです。いやでもまず温泉蒸しキャベツなんか頼みたいよ。マリアちゃん顎にめっちゃ汁浸ってんのよね。かわいい。マリアちゃんさ、貴族みたいな笑い方するの私嘘笑いだと思ってるんだけど、どう思う？昔から指摘されてるんだよね、貴族っぽい笑い方だって。だけどこれがありのままなの。じゃあ質問します。ご両親何のご職業ですか？工場勤務。ちなみに私は貴族なの。理由があるわ。はい、ここに貴族ついてる。めっちゃすまないですね。いってらっしゃい。気分はどうですか？早く来いよ。タクシーいないね、渋谷。渋谷なんて潰したら。渋谷潰すよこの人。大丈夫、指名手配にしなくて。ずっと深いせいなんだね。うちら元気だよ。邪魔の国。渋谷区にいるんですけど、六本木まで移動して自分たちが生きてきた理由を探しに行こうかなと思います。理由なんてないんだよ。ないみたいです。もう終わりかも。もう動画終わりかも。私はさ、めちゃくちゃさ、バイオリンみたいなさ、BGM 鳴らしてさ、超おしゃれ Vlog ちょっとするやん。はい。レクちゃんがさ、はい、その真反対いたとするやん。はいはいはい。どうだろう、かかる。どうなるの？価格反応。おかしだなってなって。でもここ二人が仲いいのは確実だから、みんなどっちも見てね。片方のアンチになり下がったりしないでね。のホラーマンさん。はいはい。私のことどう思いますか？どう見えますか？はい。どう見えます？はい。圧倒的に美人、顔面狂気、優勝。顔面優勝です。ありがとうございます。お返しします。勝ってるですね、本当に。いたします。でも、あの、オラマンさんは、週8配布に通っていると。あ、はい。あの、週8で配布やったらこんなになりました。バッカルファット通ったのと一緒。優勝。我々は、今、六本木のバーギフトっていうバーに来てます。皆さん、六本木でーす。飲む場所困ってませんか？マリアちゃんもこう言ってますから、よろしくお願いします。意見申し上げていいですか？ありがとうございました。何してたんだい？どうしたの？よいしょ。何これ？リクちゃんと私向けの、コメントみたいな。コメントが来てくれました。なんて来ました？今日も私の、あ、ここでマリア様可愛い、初見で一目惚れ、不器用すぎる、リク様イエーイ。肉眼、肉眼立ってるよ、方ありがとうございます。が、服だ。酔ってる。ありがとうございます。って言ってます。ありがとうございます。皆さん、よろしくお願いします。マリア様も喜んでおられます。うんこっていいですか？あ、どうぞ。いってらっしゃいませ。ゲンが出ます。マリアちゃんがアンチに返信をしてます。好き、愛してる、好き。あ、
愛してる。バイマリア。こいつ暇人って名前で言ってらっしゃるんです。見てください、この熱狂的なファン。だからね、私もね、熱狂的に返したの。好き。愛してる。お兄ちゃん。お兄ちゃん。お兄ちゃん。どこに住んでるの？どこに住んでるの？会いたい。会いに行っちゃおう。さすがに取れたら高すぎる。返事来たらまた教えて。酔っ払った。あ、酔っ払ったマリアちゃんと。漏れてる。一緒遊ぶの。何屋さんに来ました。酔っ払ったじゃない。酔っ払った。今から時代に沿ってね。モバイルオーダーしようとしてます。頼めるものないわ。ファンの子たちに対してメッセージをお願いします。トルコ子は私しかいないと思うので。いつもありがとう。うん、顔小さい。私が困った時の涙の時に笑顔の時に全て肯定してくれるよね。やめる時も少なくなる時もみたいな。君たちのこと全て肯定したい。お母さん、お母さん、お母さん、やめてくれよ。やめてくれよ、盗撮。食べる。ハイワールドの日にマリアです。ダイエットサプリだもん。じゃあ飯を終わらせてしまいました。え、待って、マジで可愛すぎる。絶対可愛くない。いや、マジで可愛い。え、これね、誰が見てもね、飛ぶよ。私が言われるのさ、可愛すぎる、やばい。イグ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 イ、マジでかわいい。あ、いや、マロシ食ってる。かわいい。ありがとうね、今日。クモニャンです。違う、違う人です。最後になんか、お願います。今日食べた、はい、火鍋の点数は、うん、まあまあでした。ありがとう。ちなみにマリアちゃんのお家には冷蔵庫がございません。カミングスタイムタイム中に遊びに行きたいと思います。ありがとうございました。カップラーメンパーティーします。いやー、いいお金らしい。ちゃんはさ、どんな人と結婚したいの？自分と結婚したい。わかる。